一個だけ気になったのが、人うん。狼事件の中で職歴ありの無職がいるんですよね。いますよ。僕、それジョンソンさんだと思っていうて、ん、なんでなんで。なんだったら年齢も詐称してるんじゃないかなって過去にそういった話していた仕事の関係に勤めていたことはあったけど、今は仕事がないっていうパターンになります。なるたまほにいいですど。か？じゃあ、ジョンソン、何？まず年齢詐称についてなんですけど、うん。本当に23歳なんです。で、そうなんだ。これ、まあ、もう俺が、この村が勝つために、言いますけど、名前が、流星って言うんですよ。おお、かっこいい。流になるって書いて、平成の星。難しい方の流ですね。で、その流の由来が辰年なんですよ。なるほど。辰年ってことは2000年生まれ。だから23歳ってのは本当なんです。なミるレほニアムど。ボーイなんで。それだけは証明できると、本当に。はい。それは信憑性ありままあすでね。も、退職してるってとこは、まあ、否定できる材料が正直ないんまあ、で、今のところね、今のところは。雑殴りみたいな感じになっちゃってるまあ、からちょっね。と、そうですね。あ、田中君。今の発言の中、23歳はっていう、はがついてたんん？で、はい。他全部嘘なんですか？どういうことですか？仕事してるみたいな。23歳は本当なんですけど、仕事はしてませんみたいな。あ、じゃあ、23歳の干支は辰年ですよねって言ったんです。ああ、なるほど。すいません。まあ、とんでもないです。で、なるこれ、ほど。一個山田さん多分、騎士なんじゃないかなって思ってて、またあぎ。あ、なるほど。なんか、結構いろんなとこ飛ばれてると思うんで、なんかそんな感じもするんですよ。正直。なるほど。海外向けの。なんかウクレレとか弾いてそうなイメージで。それは知らねえけど。そんなイメージなんで、山田さんと小渕さんは僕の中で白目で若干見てますね。なるほ小ど渕さんはね。完全に。はい。まあ、人狼するとしたら石川さんとかジョンソンさんを釣るっていうのが無難っちゃ無難なのかなと思います。あ、田中君何？なんかジョンソンさん一人になって顔焦ってきてません？なんいや、か。一人になったって、だって、え、だっそてもそも。もう人狼だと思ってるんですよ、ジョンソンさん、正直。ああ、なるほど。僕目線。ああ、ああ、はない。るほど。でも、さっきなんか、なんで売らなかったんですか、じゃあ。違う、なんていうの？なんだっけ、整備士の仕事してんだよね。はい。反応したも方がいいんじゃない？っと、もっと、でも、正直かなり専門的な話になっちゃうんですよ。いいよ、ちょっと、しいてや、も、でもそん、確かに、後ろにギターが見えるんですよ。うん。あ、はい。あれ、繊細じゃないとギター弾けないじゃないですか、指が。いや、そうでも。本 当ですか？ ギターはだから、弾けんの？ジョンソンギター弾けんの？いや、全く弾けないです。友達からもらってるんです。置いてるだけなの、家に。友達からもらいました。そうなんだ。はい。古くなったやつは。インテリアだそうです。まあ、インそうテでリアすですね。か？まあ、だから別に、まあ、仕事柄、細かい作業はよくやりますけど、指太いんで、なるほど、はい。なるほど。結構ミスは多めです。さっきね、ちなみにさっき夜の